い、どうもー、水を得たたかしです。うわ、いいですね。はい、どうもー、エキストラショーでーす。エキストラをそんな誇らしげに言う人は初めて。いや、もうこれエキストラですよ、本当に。ちょっとどういいですよ、今日いいですよ、はい。あ、なんで覚醒してるか言いましょうか。あ、お願いします。覚醒、うん、はい、行ってきたんです。どこにですか？俺ね、ほんとね、これちょっとなんかあんま言いたくもない。お、言いたくもないっていうのは、その自分の性格というか性質かな。俺ほんと多分金運がないんですよ。おお、俺金運がほんまなくて。初めて聞いた、そんなこと。うん、いや、なんかね、例えばまあでも昔から貧乏やったっていうのももちろんあるし、うん、で、まあ昔から貧乏やったっていうのもあんのよ。はぁ、それしかないんだ。ほんまなんか金運ないのよ。だから、だから言うても15年間僕社会人で普通の、まあ、超一流企業に勤めてるから、うん、まあ、それなりに例えば貯金とかあってもええやん。はいはいはい。全くないのよ。ああ、何ずっとカツカツやん。ええー。うん。だからそれが使ってるっていうわけでもあんまないし、おう、うん。なんか、まあ、出ていくのもでも多いやん。あ、まあ自分のその、もしかしたらだらしなさもあるんかもしれんけど、まあ、ないよ。あくびやめて、絶対。そう、はい、でも本当に気運がないから、実はこの間、はい、あの、日本一の金運スポットっていうところに行ってきました。どこですか、それは。全部忘れたけど。はぁ、あ、山梨の方です。県はわかんない。山梨。山梨県に、まあ、あの、ちょっと、ほんまに、それだけのために。あ、まあ、一日休みがあったから、なんか、こう、リフレッシュしたいなーっていうのがあって、一、はいはい、個ね、ほったらかし温泉って知ってます？あ、知らんか。聞いたことあるかも。あの、うん、温泉、うん、なんで、露天風呂なんやねんけど、うん、露天の温泉やねんけど、もう、景色がめちゃくちゃいいのよ。うん。で、目の前に富士山がドーンって見えるよ。まあ、ほったらかし温泉っていうのがあって、うん、そこ行きたいなーって話になって、うん、で、じゃあその近くになんかないかっていうのを調べたら、日本一金運は、あ、金運を得れると言われている、あの、神社があるので行ってきたんですよ。で、あの、結構だからそういうから結構混むんかなと思ったんです。結構空いてて、うん、で、別に、あの、なんてことない話なんですよ、本当に。でもね、なんていうの、鳥居がブワーって本当に50個ぐらいあって、はいはいはい、その下くぐっていって、みたいな。ほんま気持 ちよくて、うん、で、まあ、お賽銭でとりあえず何百円か払い、で、お守りで、三つ買ったんかな。買うな、こうだな。で、多分千円ずつぐらいかな。三千円なくなって。うん、で、最後、なんか、行こうかーって言った時に、あれ？なんか、数珠売ってるやんってことで、うん、結構五千円ぐらいの数珠も買い、うん、全部でそこで多分一万円ぐらい使い、帰ってきましたわ。はい。たまらず帰ってきました、お金が。ありがとうございました。まあ、こっからやからね。そう。でもね、なんかほんまね、やっぱ、ああいうの気持ちいいなと思って、最近。うん。うん、自分の気分が変わるだけでもいった価値あり、うん、ありです、うん、なるほど。っていうことで、だからだから今日エキストラショーということで。エキストラってどういうことですか？エクストラ、あ、エクストラなんや、はい、エキストラってなんか俺やっぱなんかエキストラ、あの、俳優さんのな、そうです、うんうんうん、なんかあのサポート役みたいな感じ、あ、なんていうの、覚醒みたいなボーナスとか、あ、そうそうそう、そっちの意味でした。すいません。ちょっと額があって申し訳ない。全部ややこしかった。今のところ全部バッサリ言ってもらっていいんで。はい。さあ、ということで、先週に続いて。はい。まあ、あの、日本のドリマル出したんで。なんか、いいとこまで行きましたよね。うん、でもね、河本博人、あ、クロマニオンズテーマにしようと思って、はい、まあ、やっぱり、こう、クロマニオンズといえば、博人マーシーっていうのが、ね、うん。マーシーのこと出てこないな、でも。でも、マーシーって、これも俺の勝手な解釈やんだけど、多分、マーシーの方が変やんな。多分。なあ。うん。絶対マーシーの方が変やん。うん。まあ、もちろんどっちも天才やねんけど、なんかより変、うん、マーシーの方がやっぱり独特。独特やんな、うん。あれすごい。だってずっと同じ、やっぱ、あのパンダが巻いて。いや、マーシーは変わってるよね、うん。でもやっぱブルーハーツの中で、ブルーハーツのやっぱすごいのってさ、うん、めっちゃ名曲あるけど、うん、これどっち、まあ、基本的にマーシーとヒロトしか作ってないやんか。はい、ほとんど。でも、どっちが作ったかって、あ、めっちゃわかる歌もあんねんけど、うん、あの、めっちゃわかる、あの、はい、あの、個性的だったんだな、アンダルシアに抱かれてとかは絶対マーシーだし、うん、
人に優しくはヒロトか。ヒロト。な、絶対そうやん。うん。な、その、ドストレートな感じのマイヒロトで、はいはいはい、ちょっと文学的なマーシではわかんねえけど、うん、でも意外と、あるよね。どっちやねんみたいなのもあったりするやんか。うん、あれもまたすごいなと思って、だ2天才がやっぱほんで、ブルーハーツ、ハイローズ、クロマニオンズと経てずっといてて、うんうん、っていうのもこう、なんか本当に、そんなバンド絶対ないから。うん。うん、不思議やなだから前回の続きだけで言うと、うん、こう、遠くの人を喜ばせるよりも、目の前の人たちを喜ばせる企画っていう方が、あの、面白いんじゃないか。うん。っていうことで、まあ、たかちゃんからはね、ライブっていうのが出たんやけど、うん、なんやろな、どうなってもどうなりたいかっていうのは結構大事やもんな。もう別に実現とか無視してむちゃくちゃなこと言って、うんうん、あ、いいよいいよ。一番、うん、こうやったら面白いんじゃないかとかそういうの無視して、うん、俺がやっぱファンやから、うん、一番見たいものって言った時に、はい、ブルーハーツ復活やん、ね、やっぱ一日で。あ、なんかできんかな。もうその、俺それこそそのオリンピックの時にさ、うん、東京オリンピックの時にやっぱりスマップもあると思って、あ、スマップ一日復活、うん、確かに絶対日本一つになれるやんと思って、うん、でしかもあそこで世界に一つだけの花を歌った時に、ま、めっちゃかっこいいと思って、要はみんな1年お願いしに行ったんかいな、それ1年なんでしてんねん。いやちょっと動けんやろ、お前が演出せやそれ。でもみんな1位目指してきてる時にさ、ナンバーワンにならなくてもいいっていう歌を開会式とかで歌ったらめっちゃかっこええやん。あ、5人が急にバーンって出てきてさ、てくでーん、でーん、でーん。早いってしまったかもしれんけど、早すぎる。いや、お前さ、ほんま、組織委員会に提出したかったやん。いや、でも、なあ。でも、そりゃ、いや、しかもその、このコロナ禍だからこそのオリンピックっていう意味でもすごい良かった。でも、ほんまに誰も考えへんかったかな。いや、俺は考えへんかったわ。いろいろチャレンジしてあかんかもしれんけど。まあまあ、せやねん。それは、ごってかっこええんと思ったけど、まあ、あかんかったけど、やっぱ、その一日復活望まれてるべきバンドであり、俺絶対ないと思うな。それがないから河本ひろとのかっこよさな気もすんねんな。あ、もう、もう後戻りはせえへん。そう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 、あ、まあな、今日からは歩く花猫が生えて足が増えてみたいな。なるほどね。そう、なんか それもあるやん。でもあの、どっちもかっこいいと思うねんで。うん、なるほど。人が求めてるのは多分再結成、一日でもいいからやってほしいけど、うんうんうん、なるほど。伝説になるんだったらやっぱそこをやらへんっていうのがもしかしたらあるのかもしれないね。美学としても。うん、はい。やっぱね、こう結構、僕もそのいろんな人と、アーティストの人だったりとか、出役の人たちと話することがあって、結構やっぱこう、こんなんしたらいいんじゃないですかっていうこと思うんですけど、おうおうおう、でもね、やっぱね、そどうなりたいかいね。本人たちがね。そう、うん。それないとやっぱ考えられへんから、もう企画無理やわ。まずは、うん、河本ひろさんがどうなりたいかみたいなことを。そう。教えてくれんと。ああ。でもそれ。出す？その手紙。あ、まあそれもいい。ひろとに。さすがにきついか。うん。フォロワー35人のところにさすがに帰ってけへんか。帰ってくんねん。まあ俺でもほんまに、お手紙。うんうん、お手紙得意タイプやから、はい、もしかしたらその返事もらうとこまでは届ける可能性はあるかもしれんけど、はいはいはい、いやでもそれはでもいい企画作って出そう、そうやって。そうやな、そう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 、うん、なんかおかしいやん。うん、そうやな。やりたいことなんですかっていう手紙やりおかしいやるから、それで言うと、うん、そのさっきもちょっと飯食ってる時にね、話してたかもしれないけど。そうなんですよ。この収録する前3時間ぐらい2人でずっと喋った。その時回しとけやろ。飯食ってたから。はい。あの、企画を考えるときにね、うん、やっぱり、何かしら考える議題、テーマ。はい、まあ、今回で言うと、コウモトヒロトって、はい、あ、クロマニオンズってあったとしても、ね、好きやからそっち行っちゃうんだけど、はい、クロマニオンズってあったとしても、その今言ってたみたいな、もうちょっと狭めていってほしいわけやん、ヒントを。はい、何をやりたいと思って、どうこう行きたいんか、はいはいはい、とか思って、うん、で、俺が映像制作、ディレクターとかって、特にそういうのが多い。うん、結構クライアントさん、企業なり、うんうんうん、それは芸人さんなり、タレントなりが、うん、こういう風に見えたりとか、こういうことをやりたいとか、まあいろいろあって、うんうん、とか、まあ今回企業案件もあるから、こういう縛りもあるとか、いろんな条件重なって、部屋から中で何を遊べるかってことを考えるやん。うん、で、そうやってきて、今でもまあそう、仕事でもほとんどそういうもんやねんけど、そうじゃないやつ、皆さんあかんちゃうかなってちょっと思ってきた、最近。ああ、だから、はい、え、
あなたの中から出てくる。もう本当に、もうその、制約の中で考える。アーティストですよ。あ、でももうアーティスト。クリエイター。まあアーティストというかクリエイターという。うん、まあ僕は同意義語やと思ってますけど。クリエイター。そっちは、俺でもあんまそれないねんな。あ、あるか。あの、なんちゃうな。突き抜けるためには、もうそれを生み出すのになっちゃうかなっていう。やっぱその、はい、与えたものを、の中でベストを尽くしてあげるっていうのはもちろん大事やねんけど、仕事として。うん、あ、それ何だから、うん。クロマニオンズはもう別に俺らがめっちゃいいと思うことを提案して、本人たちがどっちに行きたいとかも気にせんでいいことで生み出した方がいいんちゃうかなってこと。はいはい、なんなよ、何ができたら、でも、多分やけど。あ、でも、例えば、うん、これ、ちょっと待ってくださいね。はい。買ったんすよ、僕。これ別にほんまに何のあれもないですよ。たまたま。何それ。ドブネズミの歌っていう、こうブルーハーツの、おぉ。もうほんまに何年前これ。1988年に出てる本ですよ。おぉ。の、まあ、要は、詩集みたいな、なんていうの、リンダリンダが87。86。6か。確か。わかちょ、覚えてない、ごめん。で、なんか歌詞が書いてたりするの。でも結構本人たちの言葉、例えばこれ、ちょっと読みますけど、はい。1個目かな。今から思えば8年前、西ドイツで結成されたブルーハーツは、イラン・イラク戦争の最前線を駆け抜けて、キム・ヨンヒの乗った飛行機に同乗し、チェルノブイリで放射能を浴びてきました。そのためにチンポコが巨大化し、日本では重いです。多分これ、ちょっと重いよ。ボケなのか、なのか、はい。で、ブルーハーツとは、スケベな心という意味なんじゃ、とか、はい、僕は僕の偏見で歌を歌っとるとか、うん、形式ばったところに出ると素直になれんのよ、とかね。で、あの、トレイントレインの歌詞が載ってたりとか、うん、で、あ、っていうのがあるんですよ。うん、で、何が言いたかったかっていうと、うん、さっきも言ったけど、うん、やっぱ、詩なんですよ。うんうんうん。はい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 、はい。ヒロトに、あ、まあ、あえてヒロトと言いますけども、はい、着眼すべきとこは、詩、まあ、言葉。いっぱいあるけど、うん、やっぱりな、はい。俺もそれあれ。例えば、ちょっとこの詩集みたいなことの発展系で、詩集っていうなんて本になるから、うん、そんなんじゃなくて、なんか、例えば最近のテクノロジーとか使ったら、わからん、展示会に、をするのか、なんか、ちょっとわからん。ちょっと今、その何もないねんけど、言葉っていうものを切り取って、なんかできたら面白いんじゃないかなっていう。要はブルハツの時に生み出したリンダリンダのここ、あ、ブルハツのリンダリンダってなると、うん、やっぱ ご本人的にそんなあんま乗り気じゃないけど、うん、その時のここの言葉のこのワンフレーズやとかっていうのって、うん、なんかちょっと一個あるんちゃうかなっていう。うんうん、それの見せ方ね。刺繍ってやるともう別に今まで通りやから、うんうんうん、面白くない気もするけど、なんか、それか、成長みたいなのできるのかな。やっぱり、どういうこと、要は、二十歳の時に喋ってた自分の思いと今の自分の思いは絶対ちゃうやん。うん。で、と思ったんやけど、ヒロトってなんか、どんどん若くなってる気すらしたなって、今ちょっと思ったんやけど、どうなんやろ、わからん。考え方が、あの、悪い意味じゃなくて、そう、なんか、どんどん尖っていってるっていうか、削ぎ落とされていってるのはあるよな、うん、なんかその余計なものが。例えばまあ、これも良くないけど、まっちゃんはこう丸くなってるのはすごくわかるやん。うんうんうん。たけしさんも丸くなってるやん。うん、うん。さんまさんも丸くなってるやん。うん、うん。それは当たり前の話で、うん、基本みんなそうなるけど、ヒロトってもしかしたらそうじゃないんかもせへんね。ああ、うん、なるほどね。なんかそういう切り口でございました。ささやきました。いやー、なんかいけそうやけどなー、うん。そういうのってあかんのかな、著作権発生するのかな。でその歌詞だけを集めて誰かが別の人が曲作るってなんかあんのかな。あれちょっとちゃうな。誰かが別の人が作るんやったらヒロト作ってくれてなるよな。あ、そうしたらいいんじゃん。え？歌詞は俺らが作って、作るっていうか、過去の歌詞から紡ぎ合わせて、一個の歌詞作るから、メロディー、マーシー作ってとか。いやー、ちょ、ようわからん。だって過去の歌詞は歌詞で完成してんのに、それのさらに何か取ってくるの口とんがらしてます。ちょ、これミュージシャンの名前言えないんですけど、おう、何言わないの？それこそ、アメトークかなんかで、うん、まあそのミュージシャン、ほにゃらら大好き芸人みたいなのがあった時に、うん、歌詞がまあすごい深いみたいなんで、うん、例えばこの歌のこのメロディー、まあメロディーとかこの歌詞がいいとかみたいなことを芸人がまあ熱弁してる、すごいんです、うん、この歌はみたいな
があったと、うん、で俺そのミュージシャンの近しい人から聞いたんですけど、うん、そのミュージシャン見たと、そのオンエアを、うんうん、では見て、あーなるほどと、うん、そういう分析してくれてんのねって思って、面白いねって言いながら、あでもまだそこなのね、要はその人からしたら多分もっといろんな思いとかいろんなことを込めてやってるのを、薄いと、薄いとまで多分言ってんじゃろうけど、アメトークで言うとかなり深掘って言ってるはずやん、基本は大好きな人が振る舞いとか言ってるけど、あそこなのねみたいなこと言ってたみたいな話を聞いた時に面白いなと思って、あだからそうやな、さっき言ってたあれにつながるけど、そんな俺がもう今クロマニオンの最初の日光目のアルバムぐらいまで聞いてたけど、最近聞いてへんから、あの今のことが分からへんから、どうしても過去のブルーハーツがやっぱハイローの方行きたくなってまうねんな、考えようとすると、今のクロマニオンのどうにかしようって、そのおこがましいけど思うほど知らんっていうのがやっぱりな、そこもちょっとあるな、なあ、うん、分からんからさ、なんで聞かへんやろな、じゃあ俺らは聞いたらええやんな、うん、忙しいかろうが別に何やろう。聞けるやん。うん。で、好きやん。うん。し、それがな、もう、興味なくなること、てか、一生噛めない。今聞く？あ、聞いてみる？聞く、考える前でも絶対聞くべきやし。うん。最新の、うん。クロマニオンズの。だってほら、YouTube のフォロワー4万人しかおらん。悲しいやん。YouTube やってんねん、一応。うん。光の魔人という曲が、これでもね、そうやねんな。あ、こういうのはあるかもね。YouTube がやっぱ、例えばね、1分も出してないね、曲で。それ聞かないよね。1分も出してない、あ、要は、フル尺で出してないというか。ああ。うんうん。まあでも一回、ちょっと一番最新の、大空がある。2週間前です。ほら。で終わんねや。まあそれはあんま聞かんやな。今から聞きたいとこやしかも、うん。聞かしたらええやん。光の魔人ちょっと。それは買ってもらうためにかな。出ました僕企画。来た。来た。いやかっこいい。何でもいいんですよね。うん、何でもいいよ。ブルパッションとして、このブルパ株式会社ブルパッションとして、クロマニオンさんに提案させていただく企画は、はい、SNS の運用を僕にやらせてくれってお願いします。ああなるほど。絶対にもっとファン増やせるし、あの例えばもっと見たくなる。だこれだ46秒頭から映してるだけやん、うん、だったら別にもっと46秒そうとかあるし、まあ、これ多分上の人もいるでしょうから、うん、あんまり適当なこと言えないですけど、うん、でもそんな、うん、やっぱり本人と同じか、まあ、ある種 それ以上ぐらいに世間に認知されるっていうのは、うん、まあ、あり大事やからな、うん、めちゃくちゃ大事、うんうん、で申し訳ないけどやっぱこのクロマニオンズさんが15年ぐらいやってきた時の YouTube ではやっぱないし、 4万人しかいなくて、動画も多分10本ぐらいしか上がってないのかな、でも力入れてないんかな、まあやりだしたとこかもしれんしな、うん、で試してこういうスタートだけやってんのか、いや、曲もいい感じのしたし、ね、やっぱ映像見たら当時のままやねんけど、うん、俺は好きやなあの、今もめっちゃ若いやん。200万回しか再生されない、全部で。マジで20代の頃と変わってんちゃうんと思うよ。俺、それこそ松本さんと中井さんで、松本中井かん。うん。最初、ヒロって出てきた瞬間見た。ああ、ちょっと見た。いや、見たけど覚えてない。え？俺なんか電気走ったもん。ほんまに五光がこう刺してるみたいな。いや、一瞬、目、こう疑ったもんな、なんか。だからなんかその提案したいこととしては、はい、まあ単純にフル尺でミュージックビデオ出しましょうとか、うん、なんかその小手先の運用じゃなくて、多分どうでもいいから、まあそれは別にプロに任せたらいいねんけど、もっと多分おもろいことできると思う。うんうん、YouTube で、まあやりたくないかもしれんけど、なんかヒロトらしい企画って、MV 出す以外でも絶対あるはずやから、だから、それちょっと、なんかさっきおっしゃってたけど、うん、思い込めてちょっと手紙書いてくれへんかな俺がな、うん、何て書けばいい、ちょっとなんか大体教えて、まだ俺見切ってない、なんか8割ぐらいしか、え、だから別にた例えばね、その YouTuber みたいな企画をヒロトにやれって言ってるわけでもないし、やってほしいわけももちろんないんだけど、うん、でもさっきの話だけど、例えばまあだからその権利もわかんない、まあ
クロマニオンズになってからのヒロトの名言集みたいな動画も作れると思うし、うん、それしたくないんせんな、したくないんかもせん。そういうのは嫌なんだっていうのは、もしかしたら本人のプライドだったり、思いとしてあるから、運営側もできてないっていうのは、もしかしたらあるかもしれんけど、で僕たちは本当に、愛してるので、そういうことをもっとやったら面白いんじゃないかなっていう、面白いんじゃないかなって思ってるんです。ああ、なるほどね。なんか、だから、手紙書いてもいいねんけど、うん、いいねんけど、ちょい薄いの。まあ、要は、結局、ふわふわ、それこそ知らん誰かに何も、まあ、まあ、そうやな、ファンが言うてんのと一緒やもんな。で、そうやな。うん、正直、今の時代な、うん、やっぱりもう、ベタなこと言うけど、一行でわかるみたいな大事なわけやん。はい。で、釣りというかさ、少なくともキャッチで興味あることに、うん、はなんかあった方がいいと思うねんけど、それにはなんかなってん気がする。あ、今の企画はな。普通でもないしな。そうやな、うん。そう。だからなんかそういう一行で、少なくとも、クロマニオン、ブルーハーツ、ハイローズ、コムド・ヒルトン、ファン、マーシーのファンは、なんか見たくなるようなことが歌えた方がいいんやろうなとは。なるほどね。はい。サムネイルすらできへんな。そう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 。うん、クロマニオンズは、何々すべき、ね。ああ、そう。これは、どう？どこの世代がいいかわかんないけど、例えばやけど、全国の老人ホームでライブして回るみたいな。いや、もうそれ。あのロックのパワーで、それが、幼稚園の方がいいんか、ちょっとあえて高校がいいんか、ちょっとわからんけど。まあでもロックにはパワーがあるからな。いや、もうその、絶対人の心を動かすパワーは相当あるわけやん。発電できへんのかな？ああ。ロックのパワーで。なるほど。うん。ドラムの前になんか発電機置いてたら電気できそうやもんな。ああ。ダッダンみたいな前に振動してみたいな。クロマニオンズ電気。ああ。ピンときてへん。いや、クロマニオンズじゃなくてもできるやん。まあクロマニオンズで初めてやってもいいかもしれんけど。これも噂だけかもしれんけど、俺が覚えてても好きなのは、うん、ライブ？ブルーハーツ、当時ブルーハーツ時代に、うん、ライブがあるときに、サウンドチェックとかいろいろあるわけやん、やっぱり。もう、ヒロトは必ず、ボーカルを上げろ、もっと上げろ、上げろっていうのを絶対言ってたみたいな。うん、めっちゃあるやろうなと思って。絶対ある。なあ、いや、ほんま、でも、あんま知らんかもしれんけど、うん、俺結構行くねんけど、うん、マジでボーカルの声ちっちゃい。何が？ライブで行った。いろんなやろ、ミュージシャンの話やろ。うん、あ、そう。それやん。うん。え、何が？いや、思う。俺めっちゃ嫌やねん、それ。うん、なんか、BGM で声が埋もれてるような音楽って、うん。で、今って映像いっぱい出てるけどさ、音ってメディア出てきたけど、まだ弱いやん。それこそマイクの能力とかさ、うん、iPhone でもあんな綺麗にな、うん、もうシネマティックとか撮れるけど、音収録にまだそこまでこだわってんけど、まあ、こっから絶対音もっと洗練されていくと思うねんけど、それで言うとやっぱそこに、それで歌が下手やから隠してんのか、もっとメロディー聞かしたいからそうやってんのか知らんけど、うん、やっぱあれってめっちゃ歌のパワー弱くなんのを、うん、ブルーハーツの歌がいいし歌詞がいいのもあるけど、そこをちゃんとこだわってたら絶対あると思うんだよ。実はそういうとこちゃんと、その刺さりに行った、他の人より1デシベルか2デシベルかなんかその単位も知らんけど、うん、多分でかかったと思うね、ヒロトって声でもらって、あんだけ音もガチャガチャ鳴ってても。だから、何？知らん。知らんねん。いやでもなんかそれかっこいいなと思う。もうすぐにね。むずいですね。ライブとかもやってるんかしら。まあ最近はあれかでもコロナやからできてるのかな。でもやってんのか。あ、12月28日東京ドームシティホールでやってますよ。ああ、やるんや。うん、この、なんていうの、このゴリラ、猿、うん、のキャラは最初から変わってないねんな。あ、それもそれでなんかすごい話やけどな。全然、なんら変わってへんねんな。ハイローズか、まあ、クロマチノンズなったちょっとぐらいか、うん、髪伸びたりとかいろいろあったんかもしれんけど、うん、一時俺なんかちょっと衰えたなと思う瞬間あってんけど、うん、今の映像とか見るとやっぱもう一回若返ってるような気もするな。でもなんか今見たら、クロマニオンズ史上初の試みとなる6ヶ月連続シングルリリースプロジェクトみたいなやつやんな。ああ。
うん、だそういう仕掛けは別にやってんやな。それはまあ、それはそれでやってんやな。取り巻きがかもしれない、うん。別に本人たちのあれはあんまないかもしれんけど。うん、これはこれも怒られるかな。何名曲出るまで帰れませんプロジェクトみたいな。ちょっと名前は変えるけど。うん、いや、まあ、はい、今の話でちょっと戻ると、うん、これも申し訳ないです。うん、大半のファンは多分、うん、ブルハツのヒロトが好きやったはずなんですよ。はい。申し訳ない。別に申し訳なくないよ。リンダリンダ。はい。トレイントレイン。はい。人に優しく。はい。キスしてほしい。はい。トゥーマッチペイン。はい。いろいろある中で。はい。それを越す曲が出るまで変えられへんっていう。バラエティ企画いや、なんかそういう、まあそこまで全部映すのかどうか置いてるとしても、ヒロトが超えたって思ってもしゃあないねん。その話で言うと。ヒロトは天才やしすごいねんけど、本人が超えたって思うのは、結局、さっきの話に戻ると、本人は近くのものは見えてるけど、遠くのものが見えてなくなってるんだとしたら、うん、逆の話で、逆の発想でいくと、遠くの人の判断がいるじゃんっていう話。うん、だってあなたは天才なんだから。うん、だからヒロトの人大好きな人が山ほどいるから、うん、でもその大半がもしこれもなんかでも使う方がいいかなこんななんかでもなあブルハーツの方が良かったやんやっぱ、うん、と思うやん正直、うん、曲だけで言うと、うんうんうん、いやあの時のパワーが良かったとか、うん、パフォーマンスが良かったっていうわけじゃなくて、うん、正直俺はやっぱブルハーツの曲が好きやから、うん、でそれを超えたいとも思ってんのかな本人は。声入りでないと思ってへんのかもしれんし、うん、なんかやっぱそのむずいとこで芸人さんのネタとかアーティストの歌とかみたいな、うん、我々が作れないからね踏み込めへん領域は確かにあるやん、うん、そのやっぱり俯瞰で見てもちろん言えることはあったとしても、うん、創作とか制作のがっつりのとこに踏み込めへん、やっぱりそれはな本人の感性やったりだとかあるからそこむずいよなあんま。でもっと俺のなんかふわっとしたイメージで言うと、うん、そういうことじゃないところでなんかフォローできサポートできたらいいんやろうな枠組みだけとかな。そう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 。だからさっきの6ヶ月連続リリースとかはまあそういうの別に作品にはタッチしてないから、うんうんうん、そんなんなんちゃうなその本人たちは変わらず、目いっぱいその遊べるというか、全力で好きな音楽でやれることは変わらないって。まあ、さっきの老人ホームでやるみたいなそういうことやな。ああ、まあまあそうか。うん、ではそうね、こっちが用意した環境と、あれで結果めっちゃ喜んでくれる人がいるみたいな、本人たちやること変えんでいいんやけど、みたいなパターンがいいんやろうな、なんか。あのさっきもちょっと違う、飯食ってる時に違うことで言いましたけど、ほんまに、富士山の山頂でライブするとか、なんか、だからなんやねん。そうやんな。だから、最近やっぱ思うんやけど、話題性って大事やみたいなの結構言うたりするやん。で、ちょっと、辺鄙な場所でやったりとか、誰もやってなかったことをやるっていうのって結構、逆に言うとなんかこう、みんなしてる。わかるよ。だから誰もやってないことをやろうとしてることをみんながしてるから、話題にならない。ああいいこと。そこにもう一個多分本当に最近で言うとそ社会性みたいなのがいるんじゃないかなって結構思ってて。おお、ちょっと深くなってきたところでこの辺で今週はあノーエンディング。ありがとうございました。